この動画は、教学部初級青年教学3級試験で2017年に出題された立正暗黒論の問題集です。回答形式、選択肢に若干の違いはありますが、空欄箇所は同じ問題となっています。ぜひ実践し、立正暗黒論を覚えていきましょう。それでは問題を開始します。問1。 格好内に当てはまる、1、2、3の語句を、あからうより選びなさい。立正暗黒論は、文王元年、1260年、1、日蓮大聖人が39歳の時に、2に提出されました。この3年前に起きた、3が、立正暗黒論を執筆された直接の 動機です1を答えなさい「あ」「4月28日」「い」「7月16日」「う」「9月12日」正解はい。 7月16日です。2を答えなさい。あ、平野左衛門の城頼綱。い、宿屋左衛門三則。う、北条時頼。正解は、う、 北条時雨です。三を答えなさい。あ、文永の役。い、昭和の大地震。う、二月騒動。正解はい、昭和の大地震です。 問いに、立正暗国の正しい説明を、あ、いから選びなさい。あ、立証とは、商法を広め、生命の尊厳の哲理を、社会の基本原理としていくこと。い、暗国とは、権力者の安穏のために、幕府を中心とした体制を、 安泰にすること正解はあ立証とは商法を広め生命の尊厳の手つりを社会の基本原理としていくことです問3括弧内に当てはまる語句を選びなさい 立正暗黒論第九段では、これによって商人国を去り、何々ところを捨てて、天下帰還し、世上疫病すと、今主人広く教紋を引いて明らかに利偽を示す。故に盲衆すでに翻り、地目しばしば明らかなり。 あ前人い方念う悪魔正解はあ前人です問4前述で主人の教えを理解した客は 技能の世、東部の国のような平和なところ、安穏な国を目指すために行動を起こす決意を表明します。この説明として正しいものを選びなさい。あ日本の大勢が信じている先着衆を尊重し、諸仏、諸教、諸菩薩書店などを捨てよ。い 速やかに方々の悪僧への不正をやめ、正しい仏教の指導者を重んじていくこと。正解は、い、速やかに方々の悪僧への不正をやめ、正しい仏教の指導者を重んじていくことです。 問いご、カッコ内に当てはまる語句の正しい組み合わせを、あからうより選びなさい。主人は客の大きな変化を喜び、喜ばしいかな。何時、1のともに交わって、2の小となると述べています。あ、1、乱出。2、 真穂。い、いち、はと。に、たか。う、いち、すずめ。に、はまぐり。正解は、あ、いち、乱出。に、真穂です。 問いろく、括弧内に当てはまる、一は意味を、二、三は語句を、あからいより選びなさい。主人は客に、もし、まず国土を休んじて、幻凍を祈らんと欲せば、速やかに上梁を巡らし、急いで胎児を加えよう、と実践を促し、その理由として、 薬師教の七難のうち、五難たちまち起こり、二難なお残れり、いわゆる二の難三の難なり、と述べ警告しています。一の正しい意味を答えなさい。あ、方々への退治。い、盗賊の退治。 幕府の退治。正解は、あ、方々への退治です。2にを答えなさい。あ、他国新筆。い、遮蔽確保 正解は、あ、他国、新筆です。3を答えなさい。あ、基人。い、次回、翻訳。正解は、い、次回、翻訳になります。 問い七、括弧内に当てはまる語句の正しい組み合わせを、あからうより選びなさい。大聖人は、何時すべからく、一を思わば、まず二を祈るべきものか、と仰せになりました。あ、一、指標の性質。二、一心の安堵 い、指標の性質。に、一切主張の無事。う、一心の安ど。に、指標の性質。正解は、う、一、一心の安ど。 指標の性質になります。問8かっこい八。括弧内に当てはまる語句の正しい組み合わせを、あからうより選びなさい。早く信仰の寸進を改めて、速やかに実情の一善に着せよ。力はすなわち、3回は皆、1なり。 一、それ、衰えんや。実報はことごとく、二、なり。二、んぞ、破れんや。あ、一、報道。二、仏国。い、一、仏国。二、報道。う、一、仏国。二、国土。 正解は、い、仏国、二報道になります。問イ括弧内に当てはまる、語句を選びなさい。立正暗黒論、第十段の結びでは、客が、ただ、我が信ずるのみにあらず、また、何々の、 誤りをも今しめんのみ。あたい国土う処方。正解はあたになります。以上で2017年度の立証暗黒論 過去問を終了します。過去問から出題傾向を知り、知識を深め、当日絶対合格を目指して頑張りましょう。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。